この新天地交差点につきましては、審議の中でシンボリックな都市空間の創造が必要であるといった議論も出てきた。先日委員会の視察で青森長岡を拝見いたしました。大変シンボリックな建物でありまして、通行量も増えたとお聞きしております。長野市でもこういったシンボリックな建物が必要ではないのかと存じます。オリンピックミュージアムが OMN に昇格したこともございますので、この際新田町の整備計画の中にオリンピックミュージアムを織り込んではいかがかと提案させていただきます。長野オリンピックミュージアムにつきましては、国際オリンピック委員会 IOC が所管するオリンピックミュージアムネットワークに国内で初めて加盟した施設であります。この加盟申請にあたりましては、代表者として長野市長及び長野オリンピック記念アリーナの指定管理者である株式会社 MA 部社長の連名で併合契約書に署名し提出した経過がありまして、この契約書には日本オリンピック委員会会長が承認者として名を連ねております。このことから現状といたしましては、長野オリンピックミュージアムが MA 部に存在していることが前提のもとに承認されていると考えております。しかし、議員のご提案につきましては、今後、新田町交差点周辺のですね、まちづくり構想や門前プラザの基地活用等の検討状況を見ながら研究してまいりたいと思います。はい、研究していただけるということで感謝いたします。